収まりました。スタートしました。揃いました。アーモンドアイ楽々と抜け出していく。フランアレグリア、これは強い。2番から5番のソダシ、ソダシだ、ソダシゴール、ソダシです。現役最強馬アーモンドアイ、ここにあり。これがフランアレグリアの真の姿で、ソダシ強い、堂々と抜けてみせました。東京競馬場第11競走、第18回ビクトリアマイル G1 芝コース1600m、 今年は16頭の牝馬によって行われます。あいにくの雨、雨の中での決戦となりました東京競馬場今年のビクトリアマイル。芝コースの発表は寮です。ロータスランド、スターズオンアース、サウンドビバーチェ、アンドバラナウト、スタニングローズ、ソングライン、伊豆城の奇跡、ララクリスティーヌ、クリノプレミアム、サブライムアンセム、ナミュール、ナムラクレア、ディビーナ、ステラリア、ルージュスティリア、ソダシ、16頭によって行われます。さあ、去年の覇者か、去年オーカシオとオークスを制した馬か、去年安田記念を制した馬か、去年の秋華賞馬か、それともスプリント路線から参戦マイルで G1 を制するのか、注目の一戦、各馬続々とゲートに収まります。サブライムアンセムが今収まります。さあ、最後はルージュスティリア、ルージュスティリアが最後にゲートに向かいます。収まりました。スタートしました。さあ、まず先行争いですが、内から1番のロータスランド、ロータスランド果敢に行きました。サウンドビバーチが2番手、3番手は外からソダシです。あとはララクリスティーヌが行って、ルージュスティリア、クリノプレミアム、内に中段の内2番スターズオンアースです。さらにはクリノプレミアムをかわしてきました。12番ナムラクレア、残り 1200m を通過。その後には追走しますソングラインナミエル、内からは7番の伊豆城の奇跡、3コーナーをこれから迎えます。あとは後方にかけて4番アンドバラナウト、第3コーナーカーブ 1000m を通過。外は7枠2頭ディビーナ、ステラリア追走して3、4コーナー中間へ。あとは5番のスタニングローズ、後方から2頭目、最後方10番のサブライムアンセムで前は3、4コーナー中間を通過。先頭は1番のロータスランド、リードが首ほど、ぴったりと外16番ソダシが2番手につけて4コーナーへ向かいます。さらには外を回りまして15番ルージュステリア、第4コーナーをカーブ、内控えている2番スターズオンアース、直線コースに向かいました。さあ、ここで先頭はどうか、ソダシか、ソダシ先頭か、頑張っているうち1番ロータスランド、残り 400m を通過する。あとはルージュステリア追い込んでくる、間から2番のスターズオンアース、あと外から追い込んでくるのがディビーナ、坂を割った。さあ、先頭はここでソダシか、ソダシが先頭か、頑張っているロータスランド、スターズオンアース、ディビーナも追い込んでくる、間からは6番ソングライン、ソングライン追い込んでくる、ソダシ、ソングライン、そして外2番スターズオンアース、さあソングラインか、ゴールイン、ソングラインか、ソダシ、ソングライン、そして3番手がどうでしょう、スターズオンアースが3番手です。素晴らしいゴール前の白熱の争い、
昨年の覇者か、安田記念を制した馬か、それとも桜花賞、オークス、牝馬2冠を制した馬か、この3頭の争いとなりましたが、最後の最後、ゴール前、間をついて6番ソングライン、ソングラインがソダシをかわしてゴールに入ったのか。2番スターズオンが明日は3番手、あとは13番ディビーナ4番手。この大歓声、大きな拍手は勝者6番ソングラインに送られているものと思われます。勝ち時計は1分32秒に上がり、4ハロン46秒03、ハロン33秒7です。まだ着順は発表されていません。しかし今発表されました、6番ソングライン、ソングラインが第18回ビクトリアマイルを制しました。2着16番ソダシ、3着2番スターズオンアース、この3頭で上位が決まっています。4着13番ディビーナ、5着3番サウンドビバーチェ。レースを終えて、戦いを終えて各馬引き上げてきました。ダートコースから今地下道へと向かう各馬、その中にあってただ一頭勝者ウイナー6番ソングラインだけが芝コース、今1コーナーを回って凱旋。ファンの待つスタンド前に戻ってきます、ソングライン。去年は5着に敗れましたが、その後安田記念を制しました。前の年に安田記念を制した馬はビクトリアマイルでは過去2戦2勝、ウォッカとグランアレグリアがいましたが、それに名を連ねましたソングライン。喜びの表情の初コンビ戸崎圭太騎手、右手を挙げています、満面の笑み、よくやったという表情で首筋を一度撫でつけました戸崎圭太騎手。今回ビクトリアマイル制覇を目指して託された戸崎圭太騎手、陣営からその手綱を渡されて見事に期待に応えました。ソダシ、スターズオンアースの争いに最後の最後ソダシを内から差し切って見事にビクトリアマイルを制しました。戸崎圭太騎手はビクトリアマイル3勝目となりました。通算 G1 勝利数10勝目となっています。おお、また右手を挙げました、手を振ります、ガッツポーズです。どうぞ皆様、雨の中ですが大きな歓声、祝福の拍手をお願いいたします。第18回ビクトリアマイル、ソングラインの優勝で幕を閉じました。レースの確定までお待ちください。